トセイヤソルジャーズソウル。君は伝説の中にいる。さあ、どのになる戦いがあなたは負けることはない。私は信じています。サンクチュアリ決戦の火蓋。聖夜、シリュウ、シュンの3人は最も神に近い男と言われるゴールドセイント、乙女座バルゴのシャカが守護する第六の宮処女宮へ乗り込んだ。だがシャカの強大なコスモの前に聖夜たちは圧倒されるばかりだった。この程度の実力の者がこの処女宮まで残って来られたとは未だ信じられん。下のゴールドセイントたちがあえて手を抜いたとしか思えんな。往生際の悪いこの釈迦、ゴールドセイント12人の中でも最も神に近い男と呼ばれているが、弱者に対する慈悲の心は持ち合わせていない。いや、こうして苦しんでいる者にとどめを刺してやるのも慈悲というものかもしれんな。ん？なんだこのコスモは。俺の弟や友にそこまでした以上、相応の覚悟はできているのだろうな。お前はフェニックスの一騎。神だか仏だか知らんが、俺の弟たちを傷つけた報いはたっぷり受けてもらうぞ。この線を越えると死ぬぞ。迷わずあの世に行くとな。はいと私のあだ名は心得者め。命が惜しくばおとなしくひざまずき、大地に頭をすりつけ私を拝め。残念だが俺は真実を信じないです。この場所越えろ天武法輪。私が敗任してやろう。何と敗任されようとも俺は蘇ってみせる。シャカ、お前ごとフェニックスの炎で敗任してくれよ。言っただろ、死ぬ覚悟はできているのか。どうやら私は君を盗みに来ている。オム剣だ。また私が一声するだけで今度は君の首が落ちるが、行くかね。ほとり引導を渡そうか。この私チェーンの羽ばたきレンズホーリー。ああ一級選べ。今から見せてやる6つの世界の一つ、一番気に入ったのだ。オウム変なコース。ウィナー、どこへ行こうと俺の勝手だ。何もかも捨てたはずが、これでは。
シャカよ、お前はそれほどの力を持っていながら、なぜ教皇の悪に加担しているのだ。お前ほどの男が教皇の本質を見抜けぬわけがあるまい。それとも教皇が悪と知りつつあえて仕えている悪の片割れか。どうした答えられんのか、シャカ。私はどんな相手であろうと悪であるか正義であるか分かる。その私が見た教皇は正義だ。バカな一騎よ、多少なりとも地獄を見てきた君を陸道輪廻へ落とそうとしたのは私の過ちだったようだ。一騎、君の六感全て立ち、フェニックスといえど二度と立ち上がれぬよう完全に葬ってやる。何？天部降臨。釈迦の目が開いた。僕は腕が足が全ての感覚が失われていく。もはや何も感じまい。最後に虚しく動き続けるその心臓を求めて陸道輪廻に落としてやるのがせめてもの慈悲だろう。シャカ、今度は僕が相手だ。兄さんをムザムザ死なせるわけにはいかない。うん、死に損ないの君が出てきたところで何ができる。シュッ、どいていろ。シャカは俺が倒す。この一騎が。バカな一騎のコスモは恐ろしく増大していく。神に近い男といえど地獄の底を見てきた俺に勝てるものか。迷わずあの世に行くかな。ファイト、オウム、天部の王を全て断ち切ったはず。ゴールドセイントしか体得していない。セブンセイントに目覚め始めたというのか。さあ行って、今度こそ君に本当の死を与えてやるぞ。カーン。天部降臨。シャカよ、聞こえているだろう。目では見えなくてこのセブンセンスではお前の姿を捉えることができるぞ。そろそろ分かってきただろう。いくら君が歯を食いしばってみたところで君たちが再び光を出す場所へ戻ることなど決してない。そうだ一騎、君の命も残らず、今度こそ私の前にいざまじ。フェニックス、勝者。そうすれば万に一つ生まれるかもしれない。さあ、シャカよ、今度はお前だ。運動を渡す。この視界がいいかよ。ウィナー、俺は神仏は信じない。かつてアテナのセイントとして失格。ゴールドセイントであるこの釈迦のコスモさえも覆い尽くすとは、一体どこからそんな力が。釈迦よ、その答えはお前が俺に教えてくれたのだ。
何？お前は六感の一つ視覚を封じることで常にコスモを高めていた。釈迦、今俺のコスモは六感を失ったことでお前をしのぐほど燃え上がっている。まさか。それでは君はわざと天部降臨を。そうでもしなければ神に最も近い力を持つと言われるお前を倒すのは不可能だろう。さあ釈迦よ、俺と十万億度とやらの彼方まで行ってもらうぜ。愚かな。自分の命を捨ててまで相手を倒すなど、そんな勝利に何の価値がある。さらばだ、シェン。聖夜たちと共に最後まで男らしく戦うんだぞ。兄さん。シュンよ、人間がもし生まれ変われるなんてことが本当にできるのなら、この次に生まれ変わってきた時もお前とはまた兄と弟だ。必ずな、シュン。兄さん。